ナオボンの簡単日本語ポッドキャスト。みなさんこんにちは。ついについに梅雨が明けました。とっても暑いですね。まあ、暑い暑いと私言ってるんですけど、実は夏が好きなんです。このね、暑いっていうこのなんかエネルギッシュな感じが大好きなんですよね。今回は頑張るリスクその2についてお話ししたいと思います。前回は頑張ると未来の体力と気力を前借りすることになるよ、借金してることになるよというお話をしました。で、2つ目の頑張るリスクは、頑張る時っていうのはこのままじゃいけないとかさ、やばいとか、すごく焦ってたり不安になっている時ですよね。そうするとこう気持ちは焦りと不安でいっぱいになって、体は心拍数が上がり緊張しますよね。こういう状態が続くと視野が狭くなりますよね。視野っていうのは物事の見方のことなんですけど、視野が狭くなると、ああもう A の方法しかないとか、もう A が絶対だというふうに選択肢が一つになってしまうんです。そうすると柔軟な対応ができなくなります。柔軟な対応っていうのは、例えば A の方法がうまくいかなかったら、じゃあ次は B のプラン、 C のプランでやってみようという気持ちです。これがね、こう緊張したり不安になって焦ってたりすると、そういう柔軟さがなくなってしまうんですよね。ということで、頑張るリスクをまとめると、頑張るリスクっていうのは、まあ一つ、未来の体力と気力を使ってしまいますよということと、頑張りすぎると視野が狭くなって柔軟な対応ができにくくなりますよということでした。ということで、今回は頑張るリスクについてお話ししました。じゃあまたね。バイバーイ。